はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、玉田店にございます柴からさんにお邪魔しております。初訪問でございます。で、今の時間帯に関してはちょっとね、お客様もはけている状態ですので、マスクを取らして話しながらね、撮影をさせていただければと思います。で、本日いただくのがラーメンと油そば2種類を大盛りや特盛りにして、ご飯物、そしてトッピングなんかもいろいろとセットいたしまして、そのね、柴から玉田店さんを 100% で楽しんでいこうと思います。もうすでにメニューの方は作っていただいておりますので、メニューが到着するまでもう少々お待ちしたいと思います。1杯目はね、こちらラーメンでございます。それにこれプラスアルファでね、肉飯、これもね注文させていただきました。で、これ久々にね、これ生卵の漬け卵用に注文させていただきましたので、まずはね1杯目こちらのラインナップでいただきたいと思います。いただきます。あー、うまっ。あー、濃厚だな、やっぱり。もう本当にね、昔も表現しましたけど、豚のポタージュ、もう本当に濃厚。ちょっとこれ野菜と、うん、うまっ。で、このね、豚ですよ、特大で柔らかくてね、見るからにうまそうでしょ。いただきます。見えます、このスープ、濃厚なこの豚感、見てわかるでしょう。そしたらね、今回はラーメン大盛りさせていただきました。こちらのね、麺いただきましょう。よいしょ、いただきます。もち系なんだけど、しっかりとね、コシがあって、このね、ポタージュのようなスープをしっかり吸うんですよ。このね、一体感がやばい。で、これね、二郎系の店だと珍しいんですけど、これ見えますかね、海苔のトッピングにほうれん草なんかも有料であるんですよ。本当にこれがね、マジでうまいの。うまっ。これ肉飯いこう。そしたらね、一旦こちら卓上にございます唐辛子で味変をしていきたいと思います。うまいな。やっぱりね、スープが濃厚なので豚の甘み結構ね強いんですけど、そこにこの唐辛子を入れるとキリッとね引き締まって、これまたね一味うまいアクセントになりますね。
ちょっとね、夢中になりすぎてもうそろそろなくなりそうなんで、追加で注文させていただいている生卵を溶いて、ここにね、つけていきましょう。うい、これね、見えます、このつけ卵、うまそうでしょ。いただきます。そしたらこれね、具材ラストですね。あ、うん、本当に美味しい。ごちそうさまでした。ということで、ただいまね、2杯目到着いたしました。こちらね、2杯目油そばでございます。油そばね、こんな感じでございまして、基本的なね、まあ、味は醤油なんですけれども、券売機ね、見てわかる通り、こちらね、千葉からさんにはごまだれというね、ものもありまして、今回はね、そちらのごまの方を選ばせていただきました。これもね、めちゃめちゃうまいですよ。とりあえずいただきます。具材もね、麺も届かないので、またね、このね、豚いかしてください。何回見てもこの豚、うまそうだよね。で、千葉からさんね、これ野菜なんですけれども、提供される際に上にスープもかかっているので、普通のね、茹で野菜じゃないんですよ。このね、上の野菜だけでも十分にうまい。うん、したらこれね、麺出しましょうか。うまそう。いや、皆さんどうですか、これたまんないでしょう。これがね、うまいんですよ。うまいな。やっぱりラーメンになると、スープと麺のこの融合感というか、バランス感すっごいんですけど、こっちのね、油そばになると麺のね、香りとか旨味がラーメンよりもさらにダイレクトに感じるので、このね、その小麦感とごま感、これがね、ものすごい合うんですよ。でね、これも頼んどいた白ご飯ですね。店さんはね、僕初撮影ではございますが、千葉からさんとの撮影やオフでもね、何回も行ってて、もちろんね、この油そば何度も食べてるんですけど、何度食べてもね、何度も食べたくなる、そんなね、油そば。で、このね、油そばには温玉が一つついてくるんで、これもね、ちょっと入れてみましょう。ロッといっちゃうね。
ほぼ具材は食べ終わりましたが、こちらのね、油そばにはスープ割りがございまして、よいしょ、これね、締めに割っていきましょう。本当にうまかった。ごちそうさまでした。ということで、ただいまね、千葉から蒲田店さんでラーメンとね、油そば、それにご飯や他トッピング等ね、もう多彩なアレンジをさせていただきまして、もう好きなだけね、楽しんでまいりました。やっぱりね、うまい。本当にね、千葉からさんといえば僕のね、大好きな大好きなお店ですので、この動画を見てね、この千葉からさん気になった方はぜひね、食べてほしいです。本店は千葉になるのですが、以前ね、撮影をさせていただきました郡山店さんや、本日ね、撮影させていただきました蒲田店さんもございまして、いろいろね、まあ支店もございますので、お近くの方はぜひこちら千葉からさんで美味しいラーメンや油そば、もちろんね、今日食べていないつけ麺なんかもございますので、好きなメニュー楽しんでみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。